エルサレトゲームチャンネルへようこそ。今回はトライスプリンガーコラボに向けて予習しよう、公営視点で見たデコイチラシの使い方まとめとなります。トライスプリンガーコラボを使う上でどうしても覚えないといけないことがありますよね。そう、人気少なめのスペシャルデコイチラシについてです。決まった瞬間落胆した人も多いのかなと思いますが、ほぼ確定した以上使い方を覚える必要はあるかなと思います。ということで今回はデコイチラシについての性能から小技まで、公営視点での使い方を次の順で紹介していきます。今後も更新をしていきますので、動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。まずデコイチラシの性能から振り返っていきましょう。どういったスペシャルかを把握するのは大事ですからね。デコイチラシは簡単に言うとこんな感じになります。設置型のスペで12個のデコイは発射、ダメージは35から70、デコイの体力は60、破壊が可能となっています。スペシャルゲージは徐々に減るタイプです。設置から着弾まで4秒、起爆まで4秒となります。マーカーは試し打ち上のライン 6.5本分、前後1本ずつずれる感じとなります。画面中を見ると最長射程になりやすいっていうのもありますね。このんな感じの性能となってます。ずらっと書き並べましたが、これで大体の性能を把握できるのかなと思いますね。範囲は広く取れるスペシャルとなっています。ですが破壊可能なスペシャルなので注意が必要というところですね。まず使いどころとしては、味方が攻めている時やスペシャルに合わせるのが有効です。スペシャルではありますが破壊ができるということは、単体では効果が薄くなりやすいスペシャルと言えます。逆を言えば合わせることができれば化ける可能性のあるスペシャルですね。逆に避けたい場合は破壊される可能性がある場面です。60と耐久値はありますが、意外と一瞬で破壊されます。なので人数不利の時や敵がスペシャルを温存している時は後出しをするようにしていきましょう。公営の場合は試合全体を見て使うことが可能だと思いますので、タイミングをしっかり見ていく必要がありそうだと思います。続いてスペシャル性能アップをつけた時の違いについてです。スペシャル性能アップについては2つの効果があります。1、ダメージ範囲の拡大、最大 1.2 倍、2、爆発時の塗り半径が広がるとなってます。倍率を見てもらうといいんですが、スペ性能をつけたとしても1.2倍が最大となっているため、そこまで大きな変化っていうのはあまり感じにくくなってます。そのためですが、ギアをつけるなら効果倍率が高いのはメイン1個とサブギア2個ぐらいがいいのかなと思ってます。まあそれかつけないっていうところですね。まあ、仮に 1.2 個ぐらいつけておくと爆発射的の塗りの隙間が少なくなります。ですが変化は小さいので、ギアの空き程度でつけるのがベストなのかなとも思いますね。それではデコイチラシを使う上で小技や注意点についてまとめて紹介したいと思います。1つ目は壁に埋まってでも使える。デコイチラシは壁に貫通して設置することが可能となってます。発射時には当たり判定がないからですね。またマーカーは地面を軸に発動するので、マップを理解していれば壁裏から狙えます。これで安全に発動ができますね。2つ目は屋根を貫通できるという点です。壁貫通ができるということは屋根の貫通も可能です。ゴンズイの橋下やマサバの金網下でも気にせず使っていきましょう。3つ目はマップの形に影響するという点です。マップの形状に依存する配置のため、狭くなればなるほど密集した配置になります。押し込んだ時に使うと密集するのはこのためですね。押し込みに強いスペシャルというも言えますね。4つ目はガチホコバリアに当たっても起爆はしないというとこです。デコイは自動起爆となっているため、ホコバリアに触れても爆発はしません。あくまでデコイが優先となります。またバリアを避けて配置される傾向にあるので、ホコ割りの時時間稼ぎ程度に思っておきましょう。割る火力っていうのはあまり望めないと思います。5つ目は矢倉の上にはデコイチラシを着弾できるという点です。矢倉に関してなんですけど、デコイの着弾地点として活用ができます。場合によっては味方の壁となりますので、関門などで使うっていうのはいい方法かと思いますね。的
また櫓の柱も壁判定ですが、すり抜けて配置が可能となってます。体をさらさなくても配置ができるというところですね。6つ目はデコイチラシの塗りはスペポイントに加算されないという点です。デコイチラシは発動後にゲージが徐々に変少していきます。ギリギリを狙って発動してもスペシャルゲージは上昇しません。スペゲージの増加の影響は受けないようになっていますので、気にせず発動していきましょう。7つ目はホップソナーに弱いという点です。デコイチラシ君はホップソナーに対してとても弱くなっています。ただし対物がついていないホップソナーの場合は2発で破壊となりますので、場合によっては発動が全然可能となってます。ミラーマッチでいうとバレルスピナーが相手の時はスペシャルの発動に気をつけるということを考えておきましょう。8つ目は縄張りの場合残り10秒で使おうとなります。デコイチラシ君は発動に時間がかかります。他のスペシャルはホイッスル後も待ってくれますが、デコイ君に関してはガン無視されます。使うのであれば残り10秒から8秒内で発動しておきましょう。小技や注意点については以上となります。壁を貫通して設置ができるっていうところが強いところですね。安全圏からも使えるのでぜひ覚えておきましょう。はい、ということで今回ここまでとなります。トライストリンガーコラボに向けて予習しよう、光栄視点で見たデコイチラシの使い方まとめはいかがでしたでしょうか。デコイチラシの使い方を見てみると、配置の依存方法など面白いですよね。使いタイミングがメガホンと違うので、考えながら狙って使う必要がありそうです。メインと組み合わさった時どうなるかまた楽しみですね。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。